はーい。おはようございます。沖縄おばばです。今日はね、ちょっとね、帽子やって、1時間ほどね、過ごしてしまいました。はい。えー、まあね、いつもね、えー、家事全部やってからこれを取るんですけど、今日も同じです。はい。なので、ちょっと遅めです。申し訳ございません。えー、急いで家事をしたんですけどね。はい。えーとですね、まあ今日は、 えー、選挙の日ということで、まで行ってない方はね、ぜひ行って投票してください。はい、えー、やっぱりね、あのー、前のめりに何でもね、考えていきましょう。積極的に。はい、戦略的にね。はい、そういうことでございます。本当にね、私思うんですけど、最近ね、なんか、なんていうのかな、もっとからそういう傾向は多少あったんですけど、 え、ひどくありませんでした、こんなに。昔の日本人は、はい。もうちょっと前のめりに、なんていうのかな、は、こう、戦略的に生きてきたと思ってます。はい。えー、なんていうのかな、もうね、もうダメだとかね、えー、同情票が集まるからもうダメだとかね、そういうことを結構書く人がいるんですけど、えー、あの、そうではないので、はい。えー、私たちの一人一人のね、あの、 なんていうのかな、そういう意思を表明することがね、非常に大,大事です。はい。昨日も言ったようにね、そういうことなんですよ。つまり、あなたじゃあ、あの時何してたのって聞かれた時に、堂々と私は反対しましたと、えー。違うところに票を入れましたと。はい。そう言えるように。はい。これは誇りの問題ですね。はい。そういうことです。 えー、まあね、あの、昨日も言ったんですけど、昔の日本人と今の日本人、本当に違います。はい。えー、何が違うかっていうと、昔の日本人、土量が大きかったです。はい、寮ですね。はい。えー、なんて言うのかな、ちっちゃいんですよ。こう言っちゃ失礼ですけどね。えー、今の日本の人たちはね。 はい、えー。どういうことでね、そういうことが言えるのか。私ね、ちっちゃい頃、割と浜子さん好きだったんですけど、はい。なぜ小さい頃なんだっていう感じですけど。あの人ね、本当あの、なんて言うのかな。あー、納得がいかないことがあると、国会に立てこもったりとかね、バリケード気づいたりとかね、そういうやんちゃなこといっぱいしてたんですよ。でもね、あの、文句言う人誰もいませんでした。誰もっていうかね、まあ、 まあ、言わするんですけどね、何やってんだとかね、そういう人はいるんですけど、でもそういうね、人間を、やんちゃな人間を許容する世界だったんですよ。わかりますよね、言ってること。はい。今だったら、ああ、許容できません、ああいう人は。はい。 えー、それからですね、えー、まあ、身体障害者の方なんですけど、非常に有名な画家さんがいます。はい。山下清さんっていう画家さんがいます。えー、みんなね、非常に尊敬していました。はい。えー、おにぎり持ってね、えー、放浪してね、で、絵を描いてた方です。はい。えー、まあ、そういうことですね。天平みたいな形でね。で、日本のゴッホって言われてる人です。はい。あの方のね、ドラマの放送もなくなっちゃった。 ですね。許容心がなくなったんですよ、結局。そういう人たちをね、えー、なんて言うのかなあ。気持ち的にね、広い心がなくなってしまった。そういうことなんですよ。えー、これはね、差別でもなんでもないんです。はい。許容必心があるかどうか、現実をね、えー、見るっていうこと、プラス許容心でございます。そしてね、えー、これ大事なことなんですけど、昔の人はね、えー、まあ、今ほどね、 ええー、たまにね、えー、おじいちゃん世代でね、えーまあ、シナジンとかいう人がいましたけどそれはねでもあのー、まあ引き上げて帰ってきた人なんかはね、えー、恩を受けて帰ってきてるんでね、えー、そこそこね何、えー、て言うのかなそういった見方はしませんでしたね。 はい、非常に何、えー、て言うのかな許容心があったと思います昔の方ははいちゃったんでしょう、えー、ちなみにね、えー、大人の90%ぐらいはもうタバコ吸ってました女性でも、はい、その頃の大人はねはい、えー、皆さんがあやっぱりね えー、許容すること心をね多分持ってたんだと思います。まあ昔のタバコは今のタバコと違ってね添加物なんかもねそんな入ってませんでしたからね、えー、健康にはそんなに悪くなかったのかもしれません。はい、えー、今はねあの1本に100種類以上添,添加物入ってますからはいまあそういうことなんですよ。 えー、すべてがあ、あの、日本人おかしくなってます。はい。えー、昔から、あの、そうなんですよね。日本人はのいろんなところからね、えー、いろんな国から、いろんな文化が入ってきてるんですよね。でもね、それ全部受け入れて自分のところにね、えー、合うように作り変えちゃってるんですよ。はい。もともとそういう文化なんです。はい。えー、なんていうのかな、広いね、広い大きい文化なんですよ。 それがね、なんかね、今すごい狭くなっちゃってるのが私ね、とっても残念に思います。はい。そういうことです。えー、私はあ、今のね、えー、こういうこと言ったら悪いんですけど、政治家で投票したいと思う人は誰一人いません。はい。えー、しかしね、票を分散させるためにね、これは本当に必要だと思ってます。はい、えー、諦めるより前に行動するということです。はい。こう言って こういったね、人生に対して、前のめりな姿勢。はい。これが一番、あの、今後、大事になってきます。はい。前の、前のめりでいきましょう。はい。まあ、今日もね、朝からお説教地味なこと言っちゃって申し訳ございません。そういう心こで、そういうことでね、えー、まあ、なんていうのかな。いろんなことに対してね、えー、積極的に果敢に行動するっていうことも必要です。 はい。えー、備蓄に関してもそうです。人がなお、なと言おうと、あたしは備蓄するぞというね、えー。そういう前のめりな姿勢でございます。はい。えー、まあね。えー、そういうことでね、今日も一日楽しく、明るく過ごしてまいりましょう。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。